ファンタンドラップ2024年1月21日日曜日、失われたリレーションシップ。罪深いアダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされるのです。第一コリント人への手紙15の22節。神様はアダムとイブをご自身の姿に似せて創造されました。神様はその日の涼しい時間にやってきて彼らを訪れました。しかしアダムは神様の愛の偉大な交わりを続けることができませんでした。アダムとイブは禁断の木の実を食べて罪を犯しました。彼らは神の言葉に従わなかった。むしろ悪魔に注意を払いました。そして神に敵対した。その結果、彼らはエデンの園から追い出されました。サタンはアダムから支配権と権威を奪い、この世界の支配者となった。罪の影響はなんと深刻なのでしょうか。問題はあなた方の罪です。罪があなた方と神との断絶の元なのです。罪のために神は顔を背け、以降に聞こうとされません。聖書での御言葉イザヤ書59章の2節、主はアダム、イブ、そして全人類を永遠に見捨てるのでしょうか。人間も天使も神に対して罪を犯しました。しかし天使は神の慈悲を受けられませんでした。そして彼らには次の機会は与えられなかったのです。ユダの1の6節、しかし人は主の目に好意を見出しました。そして主は人間に2度目のチャンスを与えました。主イエスは最初のアダムによって失われたものをすべて回復するために第二のアダムとして地上に来られました。ゲツセマネの園でイエスは苦しみながら祈り、その汗は大粒の血の雫のようになりました。イエスキリストはエデンの園で失われたエスキリストはエデンの園で失われたすべてを回復するためにそのような苦しみと苦痛を経験しました。イエスはまた私たちの罪の許しを与えるために十字架の上で命を捧げました。救いの喜びを取り戻すために、そして神様との交わり、リレーションシップを回復するためのことです。一人の人、アダムの行為によって死がこの世に入ってきました。そしてこのもう一人の人、キリストの行為によって死者の復活が入ってきたのです。罪深いアダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされるのです。ただしその順番があります。最初にキリストが復活なさいました。次にキリストが帰ってこれるときに、キリストに属する全員が復活します。コリント人への手紙15の21から23、主は慈しみ深く私たちが
アダムから失われたすべてのものをキリストイエスにおいて取り戻すための二度目のチャンスと猶予期間を与えてくださいました。したがってあなたは失われたすべてを取り戻すでしょう。神様と関係を回復できるのはキリストイエスだけです。キリストイエスに目を集中させてください。さらに瞑想するための言葉、聖書には最初の人アダムは生きたものとなった創世記 2-3 と書いてありますが、キリストは命を与える方となられたのです。コリント人への手紙 15-21-23。 今日の聖書朗読、朝は出エジプト記の 1-2-3 章です。夕方はマタイの14章の1-21節までです。ありがとうございます。